平手明は愛知県小牧市出身のレーシングドライバー。甘いマスクが女性に人気であり、積極的にオーバーテイクを仕掛け成功させるドライビングスタイルが持ち味のドライバーである。1999年に13歳でカートレースデビュー。全日本ジュニアカート選手権の初代シリーズチャンピオンに輝いた。その後、カートレースで活躍を重ねる。 2001年には15歳でフォーミュラトヨタレーシングスクールを受講し、スカラシップを獲得。普通自動車運転免許取得の年齢に達していないため、日本自動車連盟より限定ライセンスの発給を受ける。2002年はフォーミュラトヨタに史上最年少で参戦を果たし、第2戦で史上最年少優勝を果たした。この年のシリーズランキングは2位であった。 2003年より、トヨタヤングドライバーズプログラムの支援のもと、フォーミュラルの2000イタリア選手権に挑戦し、計7勝の実績を挙げた。2005年からは、F3 ユーロシリーズに参戦し、ランキング12位。2006年は、初勝利も飾り、ランキング3位に躍進した。2007年は、トライデントレーシングから GP2 に参戦、第6戦ニュルブルクリンクレース1で5位。 レース2で決勝最高位である2位を獲得した。しかしそれ以外のレースではノーポイントに終わりランキング19位であった。2008年は日本に活動の場を打ちしフォーミュラ日本にインパルからまたスーパー GT の GT300 クラスにエイプリルから参戦。フォーミュラ日本では第5戦鈴鹿のレース2で初優勝を飾った。しかし 第6戦モテギのレース1で、伊沢拓也とのバトル中に接触し宙を舞う、大クラッシュに遭い、胸椎の圧迫骨折及び肺座症で、全治1ヶ月と診断され、第7戦富士を欠場した。最終戦菅尾には復帰し、ランキング4位とルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。スーパー GT では、同じく TDP 契約ドライバーである、国本慶と特み、 第3戦富士では初ポールポジションと初優勝を達成した。しかし前日のフォーミュラ日本第6戦での事故により、第6戦鈴鹿と第7戦モテギを欠場した。2009年より芸能事務所プラチナムプロダクションとマネージメント業務を行っている。現在の主な活動はブログの更新である。2009年フォーミュラ日本では引き続き、 インパルからスーパー GT は GT500 クラスにステップアップしサードから参戦。フォーミュラ日本では開幕戦の富士でポールポジションを獲得するも3位。これと最終戦の3位が最高順位でランキング5位だった。スーパー GT ではアンドレクートと組参戦、ランキングは14位だった。2010年もそれぞれのカテゴリーに参戦を継続。スーパー GT では ランキング12位であった。フォーミュラ日本では開幕戦鈴鹿で、伊沢拓也をダンロップコーナーで抜くなど、オーバーテイクショーを展開しように、第3戦富士では独走で優勝を飾り、表彰台の上から恋人にプロポーズを観光するなど、話題となった。翌第4戦モテギでも3位になったが、以降のレースは低迷し、ランキング5位でこのシーズンを終えた。2011年は、 スーパー GT でセルモに移籍し、レクサスのエース、立川雄二とコンビを組む。第6戦富士で優勝し、シリーズランキング6位でシーズンを終えた。フォーミュラ日本に引き続き、インパルから参戦するも、第3戦富士での2位が、最高位で、表彰台は、その一度だけであった。2012年は、フォーミュラ日本においては、プロジェクトミュー、セルモインジェングに移籍して参戦。 スーパー GT では引き続きセルモより参戦。2勝を挙げるも、シリーズランキングは2位。2013年も引き続き、スーパーフォーミュラには、PMU、セルモインジェングから、スーパー GT にはセルモから参戦した。スーパー GT では、3戦連続ノーポイントで、タイトル争いから離脱したかに思えたが、その後1勝を含む3戦連続表彰台で、 初のシリーズチャンピオンを獲得。レクサス SC430 のラストイヤーに花を添えた。2014年はセルモよりカーナンバー1をつけたレクサス RCF でスーパー GT に参戦。第4戦菅生で優勝するも浮き沈みが激しくランキング8位でシリーズを終える。2015年はフルスサードに移籍しスーパー GT に参戦。 元会一ドライバーの平気小原い年とコンビを組んだ。新体制となったシーズンだったが、上位に組み込むことができず、ランキング14位でシーズンを終える。2016年も引き続きサードより、スーパー GT に参戦。第2戦富士で2位となり、コンビ初表彰台を獲得。第4戦スゴでは2位となり連続表彰台を獲得。第3、8戦モテギでは、 2 5 0 k m にレースという変速フォーマットの中、第3戦ではポールポジションからの2位、第8戦ではポールトゥインを飾り37ポイントを獲得。コンビ初勝利、そして2度目となるシリーズチャンピオンに輝く、レクサス RCF のラストイヤーに花を添えた、インタープロトシリーズにも参戦した、2017年もサードから、 カーナンバー1を背負い兵器小腹い年と、レクサス LC500 でスーパー GT に参戦。第4戦スゴで優勝する。しかし、第2戦富士で伊藤大輔と、第3戦オートポリスでは中島和孝と、第4戦スゴでは元山明と、第6戦鈴鹿 1000km では石浦博明と接触。また、第6戦鈴鹿 1000km では、 山本直樹との戦いに競り負け、デグナーカーブでコースオフといったミスが目立つシーズンとなった。2018年はスーパー GT の GT300 クラスのエープリルに復帰。オフシーズンにはトヨタ放出の噂も囁かれたが、以前エープリルで縁のあった金相ヒロトに拾われてトヨタワークスに踏みとどまった。佐賀博則と共にトヨタプレアスエープリル GT で参戦する。 長年、トヨタのドライバーとして戦ってきたが、2019年は、日産陣営の NDDP レーシングから GT500 に復帰。2014年以来のスーパー GT 復帰となる、フレデリック・マコビッキーとコンビを組む。2020年も NDDP レーシングより参戦。新たなパートナーに、千代勝翼とコンビを組み、スーパー GT を戦う。 フォーミュラ3ユーロシリーズ g p にフォーミュラ日本、スーパーフォーミュラ2008年に後期アルミニウム工業のラジオ CM に出演した。CBC ドラゴンズナイター内で放送された。2008年も敵で負傷した後、弟に誘われたゲームセンターで、機動戦士、ガンダム戦場の絆にはまり、2017年の、絆体幹 TP 機動戦士ガンダム第07。 イ倉クラ正体春特番にも出演した。富士スピードウェイでは、チェカレンジャーの一員、タイラチェカとして活動しており、ミーティングやアマチュアレース、タイラチェカカップの開催をするなど、ファンとの交流、進行にも積極的に関わっている。ありがとうございます。